ブリストル138ファーンボロ上空を飛行する 138A ブリストル138は1930年代のイギリスの高高度飛行実験機である。本機は固定のオリン式膠着装置を持つ低翼単葉の単発機であった。138は1920年代と1930年代における航空機メーカー間での激しい競争の産物であった。飛行速度 航続距離、高度記録といった、あらゆる主要な飛行記録の樹立により、数々の名声とともに、技術の進歩が生まれた。1930年代では、絶対速度記録と絶対航続距離記録は一、企業の力の及ばないものとなっており、国家の政府の関与が必要とされた。ブリストル社はこの分野に参入するには、高位置を占めていたが、記録への挑戦という場では、自社が、 足踏み状態であることに気づいた。1929年から1934年の間に、ユンカース W34、ビッカースベスパー、カプロに CA113 や1933年に初めて、エベレスト上空を飛行した2機のウェストランドフォレスト、いったライバル機により多数の高度記録が樹立されており、これらのライバル機たちは全てブリストル社製、または、 ブリストル社設計のエンジンを搭載していた。航空省がエベレスト飛行の成功に関心を持っていることに気づいたフランク・バーンウェルは1933年11月に高高度飛行研究用の専用機の製作を提案した。このタイプ138は引き込み式膠着装置とスーパーチャージャー付けのペガサスエンジンを備えた大型の単発タンザの単用機であった。 1934年4月に、レナート・ドナティが新記録を樹立するまでは何も、進展しなかったが、政府援助のもとで、記録挑戦への飛行を求める大衆の声が高まり、6月に、航空省は、高度5万フィートへ、到達可能な2機の試作機に対する要求仕様に、34を発行した。バーンウェルは、タイプ138の改良型のタイプ 138A を製作した。 この機体は138と同じサイズと、構成であったが、特製の2段スーパーチャージャー付けのペガサスエンジンを装備し、基本的には単座であったが必要があれば、同乗者用の座席を追加できるように考慮されていた。重量軽減を優先事項として、交換性エンジンマウント以外の胴体は、木製モノコック構造、膠着装置は軽量な固定式に変更された。 クリフォード・ティンソンが詳細設計を行ったスーパーチャージャーは一段目が常時作動で二段目はパイロットが適切な高度で作動させる二段式であった。このシステムでは一段目と二段目の間にインタークーラーを装着していた。最も効率的な機体設計の確立とパイロットが着用する信頼性のある弱服の開発という重要な研究は王立航空研究所と イギリス国立物理学研究所が言った。c ーマン社のロバート・デイビスと JS ハルデン教授が余圧ヘルメットの開発で助けとなった。1936年初めに完成した標準のペガサス4エンジンと3枚ブレードプロペラを装備した 183A はビッカースベスパキで世界記録を樹立したシリ,リュー・ウィンズの操縦で初飛行を行った。 さらに2回の飛行がフィルトンで行われ、その後に機体はファーンボロへ運ばれて、そこで特製のペガサスエンジンと4枚、ブレードプロペラ装着のために機体がフィルトンへ戻される、前に余圧ヘルメットのテストが実施された。9月5日に機体はサイドファーンボロへ戻ってきた。飛行中のブリストル138コード記録飛行のパイロットには、カイアールディスウェイン少佐が選ばれた。 1936年9月28日に、ファーンボロの王立航空研究所を離陸し、補助スーパーチャージャーにより、高度3万5000フィート相当に保って、高度計表示5万1000フィートに到達した。スウェインは、酸素濃度の低い環境で2時間の飛行を行い、安全な高度まで降下するために自ら、余圧ヘルメットのガラスを破らなければならなかった。この飛行の記録は、 国際航空連盟により世界高度記録49,967フィートと認定された。この飛行の後で機体の開発は続けられていくつかの紹介量が加えられ、この状態で 138A は高度5万フィートあたりまでの飛行を6回行った。この期間にイタリアが高度記録を51,364フィートまで伸ばしていたことを受けて、 1937年6月30日に MJ アダム隊員が2時間の飛行を行う中で記録高度まで到達し、これは後に高度記録53,937フィートと認定された。コックピットのキャノピーが割れて機体は損傷したが、アダムは弱っ腹のおかげで生還した。この後、実験飛行は続行されたが高度記録受立への挑戦はなされなかった。 1935年に2機目がタイプ138バイトとして発注された。この機体は類似の2段スーパーチャージャーを装着して 500HP を発生するロールスロイスケストレル S エンジンを搭載した福崎になる予定であった。この機体自体は1937年に最終組み立てのためにファーンボロ飛行場に送られたがエンジンが搭載されることはなかった。出店。 クリストルウェアクラフトシンス1910初言性能。ありがとうございます。